勝勝部部君立憲民民主社民の勝部健二でございますあの総務大臣にお越しをいただいておりますので、あのまず総務大臣にお伺いをいたしますが、あの総務省がワクチン接種の前倒しを求め、各自治体の首長に対して、圧力とも受け取れる電話をかけたという報道がありました、その問題についてであります。 5月の11日の総務委員会で、立憲民主党の岸議員から、武田大臣に、田大臣がですね、自治体に対して命令とも取れるような内容の文書を発出したことについて、指摘をした際に、圧力をかけたりすることは決してございません、圧力をかけるということはあってはならないし、まあ、何かあったら、ご指摘いただければきっちり対応していきたいと、まあ、こう発言をされました。まあそう 発言をされましたので、お伺いをしたいというふうに思うんですけれども、まあ、報道によりますと、えー、ローラー作戦のように電話をかけ、えー、文書だけではまあ不十分と思ったのか分かりませんが、まあ、電話までかけるということはです、ね、まさにまあ圧力になるのではないかと思いますが、まあ、そのような事実があったのか、お伺いをします武田総務大臣。あの 自治体は人口構成も違います、その面積も違います、医療体制も全く違います。で市政府が7月末をめどに、すべての希望するお年寄りにワクチン接種を行っていただく、まあ、その環境をつくるためには、それぞれの自治体で抱える問題というものが異なってくるのは、これ、ご理解いただけると思うんですね。でそののの自治体体抱える問題が一体何なのかとということを我々は お伺いするそしてそこで浮かび上がった問題を的確に厚労省等にお伝えしてフィードバックしてその問題解決を図るという作業に努めてまいりました。我々からご連絡を差し上げた自治体もありますし、そして相当多数の問いむしろ自治体の方から問い合わせが来たケースもありまして、1741団体に対する対応、それは決して圧力を加えたこともございませんし、 そしてまたそうしたことはあってはならない、このような考えを持っております、す勝部健次君あの、まあ、電話をしてやり取りはしたけれども、圧力をかけてないということなんですが、まあ、ワクチンの接種についてですね、例えば厚労省が連絡,のやり、まあ、連絡を取って、例えばワクチンの接種の、ワクチンの供給状況とか、あるいは自治体の接種状況について把握をするっていうようなことは、 あ,のあり得ることだなというふううふに思うんですけれどもまあなぜ総務省がですね電話をしなければいけないのか、あ,ある自治体から聞けば、ですねえ厚労省ではなく、うちが電話をした意味はお分かりですよねと、そういうようなことを言って、7月末までに、なんていうんですか、接種を完了するようにというような、これはまさに圧力ではないかと思いますが、いかがですか。 武田総務大臣あの委員、圧力、圧力とおっしゃられますけれども、圧力を加えることはございません。で我々は、その法的根拠っていうのは、まあ、設置法に基づく連絡調整もありますし、またあの、やはり、地、え、方、ー、自治体の抱える問題というものに一緒にです、ね、解決していくっていうのは、これは総務省として間違ったことではないと思うんですね。 で厚労省がやっておれば、これでいいんじゃないかと、まあ、そういうご指摘もあるかもしれませんけどまさに政府一体となってやっていく、それぞれの省庁がそれぞれの分野で、できる限りの力を発揮して、力を結集して、このワクチン問題に取り組んでいくということが、今の日本にとっては必要なことではないでしょうか勝部健二君。あの まさに大臣おっしゃられた、その地方自治体と協力をしてです、ねえー、そのワクチン接種を進めていくというのは非常に大事だと思いますし、まあ、その上にはていうか、そのためには、私はお互いの信頼関係というのは非常に大事だと思うんですね。そういうやり取りは日常からやられるべきで、もっともっと私はあの仮に総務省でもです、ね、どんな課題があるんですかということをしっかり聞いて、そのことにしっかり答えを出していくと。 いいいいうこととをやるんででしたら私はそれでいいと思いますよだけれど、も先ほど言ったように、受け取った側が、これはまさに圧力だというふうに思っているということ自体、これは問題ではないですか、そして、例えばですけど、まあ、あのパワハラだとか、セクハラだとか、いじめの問題とかっていうのは、まあ、今、ものすごく敏感に皆さんなってますし、非常に重大な問題だと私は思ってるんです。で、それは受け取る側がですね、どう思ったかっていうことは非常に大きいんですよ。ですから 自治体忙しい中で、本当に一生懸命、今、ワクチンの接種に向けてやってるんです、言われなくたって、そこの住民の皆さんのために、できるだけ早く安心して受けてもらえる体制を作りたいと思ってるんですよ、そのために日夜努力してるんです、休みも返上してやってるんですよで、そこに対してですね、急げようと、7月末が目標だと、総理も言われたんで、これは何としてもやらなきゃだめだみたいな圧力が、もし自治体に感じ取られたんだとしたら、私はこれはマイナスだと思います。 まあこういったことはぜひ、今臨時はやめていただきたいと思いますが、いかがですか武田総務大臣あの。それぞれの職員が各自治体に対応する中で、まあ、そうしたふうに取られ,られたことがあったとするならば、これはきちっと訂正をさせなきゃいけないと思っております。でこれは国と地方というのは紛れもなく同等の立場ですから、国から地方にメールを出したからといって、それが圧力になるとは私は思っておりません。 我々は技術的な助言もやっていくという法的根拠も持っております、また地方との連絡調整をしなければならないという、そうした諸証事務もございます、そうした我々ができることを遺憾なく力を発揮して、しっかりと希望するすべてのご高齢者の方々にワクチン接種を円滑に行っていただく、そのことに今後とも邁進をしていきたいと、このように考えております勝部健二君。 はいあのまさに大臣言われたように、ですねやはりお互いの信頼関係が大事で、えー、それで力を合わせて頑張っていくという視点をぜひ、えー、忘れずにですね対応していただきたいと思いますし、引き続きこういった事例があった場合は、ですねあの大臣自らおっしゃってますようにあの、指摘をさせていただいて、改善できるところはぜひやっていただきたいというふうに思います。 武田総務大臣は退席していただいて結構でございます。勝部健二君それではあの、梶山経産大臣にもお越しいただいておりますので、えー、核のごみ、高レベル放射性廃棄物、最終処分の問題についてお伺いをいたしたいというふうに思います。えーあの 各のごみの最終処分問題については、ですねその問題をめぐって、北海道の寿都町、かもえない村で、処分時選定に向けた、まあ、全国初のですね文献調査がスタートしております。4月の14日には、寿都町で住民と処分事業者を担う入門側との対話の場が持たれましたが、 ますまた、文献調査から概要調査などに進む場合は、その時点で、えー、町村長からや知事からですね意見を聞くことになっており、まあ、その意思に反して次の段階に進むことはないと言われておりますが、それがどのように担保されているのか不明だという不安の声も上がっています。まあ、さららに周辺自治体からは 一町村だけで決められる問題ではないという批判の声が強く上がっておりまして、それぞれに格抜き条例を制定して反対を表明する周辺自治体が多数出てきています。まあ、このように地元、このようなですね、地元の現状を受けて、いわゆる核ごみ問題について、まあ伺ってまいりたいと思いますが、あの、通告はさせていただいているんですけど、ちょっと時間の関係もあってですね。 あの少し順序を入れ替えまして、文献調査からまずお聞きしたいというふうに思います。あの皆様にもですねあのお手元に資料を配らせていただきました、処分地選定プロセスというあの資料がございますので、ちょっとまあ参考のために見ていただけたらと思いますが、調査にはですね文献調査、概要調査、精密調査があって、約20年かけて建設地の選定を行うこととなっています。 え、そして文献調査が終了後、概要調査に進む前に地域の意見を聞き、まあ、意見に反して先へ進まないと。まあ、このプロセスにも記されています。あのご覧になっていただいたら分かると思いますが、えそこでですね。あの手続きについて確認をさせていただきたいと思うんです。けれども、文献調査から。 概要調査に進まず、調査から離脱する場合の具体的な手続きはどのようになっているのか、財務あえー、と経産省にお伺いをいたします<上>松山康弘資源エネルギー庁、お答え申し上げます。あの 高レベル放射性廃棄物の最終処分というのは、日本の社会全体で必ず解決しなければならない重要な課題でございます。日本におきましては、2000年に最終処分法を制定し、あの今日委員がお配りいただきましたようにです、ねあの、処分地の選定に向けたプロセスといたしまして、文献調査、概要調査、政務地調査などといった調査を進めていくことにしておりまして、その向けたさまざまな活動を進めているところでございます。あの お尋ねの点でございますけれども、文献調査を実施した後、仮に概要調査に進もうとする場合には、法令に基づく手続きに従いまして、知事と市町村長の意見を聞き、これを十分に尊重することとしており、その意見に対して先へ進むことはないと。これは委員ご指摘のとおりでございます。あの事務的な手続きとして申し上げますと、文献調査の終了後、この実施主体であります、入門から経済産業大臣宛てに、概要調査の実施に関する事業計画案の申請がなされることとなります。その 際にその後にですね、当該申請を受け取った後、経済産業大臣から知事と市町村長に意見を聞くというプロセスになります。ですので、仮に知事または市町村長から、概要調査地区の選定に反対の意見があった場合は、このプロセスの中でお示しいただくこととなり、当該市町村は最終処分法上の処,処分地選定プロセスから外れることとなるものでございます以上勝部健二君。 あの国から必ず聞かれる、そういう場を設けるということですね、ですから、例えばその考え方を町で集約をしたりして、少し時間がかかったりしても、態度が明確にならないまでは、先には進まない、待ってもらえるということでいいですか、端的にお答えをいただいて資源エネルギー庁、松山電力ガス事業部長。 お答え申し上げますあのこのプロセスの危険というものについては、法令上の規定はございません。一般論として申し上げて、地域内の意見集約等のやり方にはさまざまなものがございますので、丁寧に議論を重ねた上で意見をいただくことになるというふうに認識してございます勝部健次君まあ2年程度ということなので,です、ね、例えばあの住民投票をして、その先進むかどうかを考えるという町があった場合ですよ。 いつ住民投票したらいいか、これは一定の期間、時間がかかりますので、そういう意味では、町民の皆さんの中には、そういうそのプロセスがよくわからないという声があるものですから、確認をさせていただきましたが、繰り返しになりますけれども、意思をしっかり決めるまでは、せかされたり、逆に言うと勝手に進んだりはしないということでいいですね松山電力ガス事業部長。 地域内のプロセスが定まるまでの間に出してあ、定まった上でお出しいただければ結構でございまして、特段の期間の定めがあるものではございません委員長和部健次君、はいえー、それでは、法律上は町長、あるいはああ知事と、こう書いてあるわけですけど、その町の住民の皆さんのです、ね、意思を集約する方法といいましょうか、そういったものには何か定めがあるんでしょうか。 松山電力ギャス事業部長お答え申し上げます最終処分場の選定プロセスというものは、地域のご理解なくしては前に進められないものでございます。このため、地域において丁寧に議論を重ねていくことが重要と考えているわけでございますけれども、その際、地域において、地元住民の方々のご意見に関して、どのような形で、 これを伺い、その方向性についてまとめていくかということにつきましては、地域によってさまざまな考え方があるかと、状況も違うことかと認識してございますので、自治体としての判断を、その進め方については尊重することが重要だと、このように考えてございます勝部健二君えとあの。続けてです、ね、まあ、知事と町村長の意見が分かれた場合ですね、どちらを優先されるんですか。 松山電力ガス事業部長お答え申し上げますあの文献調査を実施した後に次に進もうとする場合に、えー、法令に基づく地 手続きによりまして、知事と市町村長の意見を聞き、これを十分に尊重するということ、それに違反して先に進むことはないと述べておるわけでございますけれども、法令上、知事または市町村長のどちらかの意見を優先するということにはなってございませんえ。仮に知事または市町村長が、概要調査地区の選定に反対ということでございましたら、当該市町村は最終処分法の処分選定プロセスから外れるということになると承知をします。 勝部健二君、はいまあ、どちらか一方でも反対をすれば、それ以上は進まないということですね、えー、それで、ですね例えばですけれど、この図見てもらって分かるんですが、文献調査は2年程度、それから概要調査は4年程度ということで、えー、その先に進む都度意見を聞くということなんですけど、その調査の途中で、ですねやめたいというようなことが、まあ、自治体、あるいは知事から出た場合、どうなるのか。 例えばですが、あの出町は今年の11月、町長選挙なんです、で,、まあ、ですから、その町長の、まあ、出馬される町長の態度によってはです、ね、反対を表明して出馬される町長もいるかもしれません、でその方がまあ勝利、あの選挙で勝てばです、ね、まあ、そういう意思表示、住民からいただいたということにもなるので、まあ、こういった場合、どううなるんでしょうか松山電力ガス事業部長。 あのあの個別の自治体の具体のことにちょっとお答えが難しいところでございますけれども、えー、まあ一般論で申し上げますと、処分地の選定プロスこれはあの繰り返しになりますが地元のご理解なしには前に進んでいくことはできないものということは私も、私どももよく認識しているところでございます。まあ、そのであるがゆえに、最初の調査であります、この文献調査につきましても、市町村から応募、または国の申し入れに対する市町村の受諾ということで開始して、えー、その上で地域の方のご理解 理解のでで進んいいくわけだと認識してございますあの仮にえ調査対象の市町村からですね、実質の調査の中止を求められた場合、その際には、この中止のご意見ということについては、これを尊重していく必要があるものだと考えてございます勝部健治君、ちょっと分かりにくいんですが、あの尊重するというのは分かるんですけど、例えばですけど、 今、文献調査が事実上スタートしたことになってますが、知事は反対してるんです、それから周辺自治体も、えー、そのことに、まあ、なんていうか、反対の自治体、非常に多いです。なのになぜ、文献調査、スタートするんでしょうか松山電力・ガス事業部長。 答え申し上げますあの文献調査というのはあの、この最終処分法に基づきまして、最終処分の選定に至る、まず一番最初の段階の、 調査になるものでございますその後、えー、概要調査、精務調査等々、次の,そのプロセスに進んでいくわけでございますので、まずこれはあの、地域にご判断いただくための材料を提供するための事前調査的な位置づけだというふうに考えて、えー、おりまして、えー、まずはここについて言えば、手法といたしまして、市町村から入門への応募。 もしくは国からの申し入れに対する市町村の受諾という手続きで開始するということに、法律上定めているところでございます。その上で、文献調査の後に、次の概要調査に進もうとする場合には、法令に基づく手続きに従いまして、知事と市町村長の意見を聞き、これを十分に尊重することとしておりまして、これが仮に反対のご意見があるということになりますと、先に進むことはないと、こういう制度的な仕組みになってございます。 二君あの最初は調査というか、意見を調査する、あるいは意見交換の場的なものだからという言い方ですけど、先ほど冒頭に申し上げたようにです、ね、まあ、町は二分するぐらい、あるいは自治体、北海道全体はです、ね、非常に大きな問題意識を持っています。だからそう簡単にこれ、調査ですからといってです、ね、始められるものではないんじゃないかという声が非常に多いんですよ。なので、指摘をさせていただきましたが、後ほども一回触れます。それで えっとですねこれ、途中でやめるということになったときに、何か不利益を被ることはあるんでしょうか松山電力ガス事業部長。お答え申し上げます、あの不利益のようなものが制度的に予定されているものではございません。勝部健次君 えとこのプロセスには書いておりませんけれども、交付金があの同時に交付されていてです、ね、えー、それで、まあ、スタートしたところには、まあ、今年でいうと、筒長にはもうあの年間10億円というようなことで出されるわけですね。これが2年間で20億、それから概要調査は4年間で70億程度と、こういうふうに言われています。ですから、そういった交付金を受けて取っておいてです、ね、途中でやめて、 大大丈夫なののかといいう心配の声はでですすね非常に大きく上がっているんですもうやめられなくなるんじゃないか、あの手この手で国から嫌がらせをされるのではないかと、あるいは交付税がですね減らされたり、圧力がかかるのではないかという声も上がっているんです、つまりそういったことがね分からないんですよね、この法律、立て付けだけでは、あの法律だけでは、だからまあ法律1行だけ書いてあるんです、酒が進まないって書いてあるんだけども、こういったまあ手続きはもっと明確にですね、 示すすべきだといいううふうに思っていますそこで、えー、なぜこのようなことがです、ね、あの法律やあるいはあ、省令ですとか、施行規則にです、ね、あの記されていないのか、これはあの明記すべきだと思うんですけどいかがですか松山電力・ガス事業部長。お答え申し上げます。あのまあ 文系調査を実施した後のその次の概要調査地区の選定につきまして、知事と市町村長の意見を聞き、これを十分に尊重した上でえで、ー、 そうでなければご意見として反対であれば、中に進まないということについては、あのまあ、法律上、まあ、仕組みとしては定めているところでございます、またその上で、あの具体的にどうするかということにつきましては、最終処分法の法案審議以降、ですね国会答弁の中で、 もしくは質問書容所もただ、頂戴しておりまして、そのご答弁書の中で、政府としての考え方、進め方につきましては、繰り返し明確にお示ししているところでございます。まあ、法律上に定めることといろいろなケースがある中で、細かい手続きまで定めるということと考え合わせた場合に、法令で定めることは必要ではないのではないかというふうに考えてございます勝部健二君。あのちょっと資料の3枚目を見ていただきたいと思いますけれども。 これはあの、えー、梶山あ経産大臣がですね、寿、え、都、ー、町長の片岡あ町長宛てに出した文書です。でこれはあの梶山大臣が出されたもので間違いありませんです、ね、梶山経済産業大臣。間違いございません、私が出したものであります。勝部健次君 でこれはですねあの、いろいろな場面で住民から、まあ、さっき言ったようないろんなこう不安の声があったがために、お、ま、そ、あ、らく町長が大臣にこういったものを出して、まあ、明確に態度を明らかにしてほしいということがあって、あの大臣からこのような文書が出されたんだと思うんですね。 で中身読んでいただければ分かるとおりです、ねあの、その趣旨は法令に書かれているとおりなんですけれども、しかし、こういった文章がですね、を出さなければ、なかなかこう理解が進んでいかないという、まあ、仕組み自体の問題として、私は先ほど言ったように、細かい手続きをもっと明確にした方がいいんじゃないですかというふうに申し上げたんです、その点、いかがでしょうか。梶山経済産業大臣 法律に定められているとおりでありますけどその確認の意味で、北海道の知事からも、また自治体の長からも、求めに応じてこれを出させていただきました。これは私の考え方というよりは、経済産業省、国としての考え方ということで、経済産業大臣の責任のもとに出させていただきました。勝部検事君 あのまあ、大臣の署名入りでありますので、まあ、この持つ意味というのは、私は大きいものだというふうに思いますので、まあ、これはそういう意味では公的な文書として、あのこ,れをあのこれからもしっかり対応すべきだというふうに思いますけれども、冒頭申し先ほど申し上げたように、私はやっぱり規則をしっかりです、ね、あの手続きを含めてやっていくことが、まあ、あのそれは安心につながっていくことでありますから、そのことは指摘をさせていただきます。でえー、と続けてです、ね まあちなみに、文献調査をやめた場合に、先ほどの交付金でありますが、返還をするというようなことを求められることはありませんか松山電力・ガス事業部長。 お答え申し上げますあのご指摘の電源立地地域対策交付金という名の、まあ、交付金なわけでございますけれども、これは文献調査の実施に伴い交付するものでありますため、その制度の趣旨、制度上、えー、地域が適切に執行した交付金につきましては、仮に次の概要調査に進まなかった場合でも、えー、これを返還する必要はないものと考えてございます。勝部検事君 あのそこで大臣にお伺いをしたいと思うんですけれども、まあ、今言ったような交付金をまあ出しながら、ですね文献調査はある意味、非常に緩やかな入り口から入っていって、まあ、いずれは抜けきれなくなるのではないかと、まあ、こういうような手法自体にです、ねえー、問題があるという指摘の声、大きいです。まあ、北海道知事は、札束で法を打つと表現をしました。 そして一方で、ですね交付金だけもらって、逃げ得みたいなことがもしまかり通るとしたら、ですね別な意味でこのような税金の使われ方っていうのは見過ご,さ見過ごしちゃいけないのではないかと、こういう客観的な意見もあるんですね。それで地元の方々に聞きますと、えー、片岡町長はですね概要調査には進まないということを、いろんな場面で明言,言というか言っておられますね。それから 鴨江内の村長も、ですね途中で反対しても国がやるというなら、職を投げ嘆いてでも抗議すると、まあ、こういう発言まで村内でされてるんですよね。ということは、まあ、始まりました2年間後のその時に、反対を表明するということもすでに言われていると、まあ、こういうようなやり方で、ですねこの調査が進められていくということ自体、このまあ立て付け自体、私は問題があるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 梶山経済産業大臣あの先ほど来、政府参考人がお話をしてますとおり、次の段階に行く時点で、首長、またはあ知事の反対があれば、それは進まないということになっておりまして、それはあの段階ごとにそう同じような仕組みになっているということであります。あの高レベル放射性廃棄物の最終処分は、日本社会全体で必ずまあ解決をしなければならない重要な課題であります。 それぞれの地域にある原子力発電所の使用済み燃料の8割がもう埋まってきているということでありまして、しっかりと日本全体でこれからのことを考えていかなければならない課題であると思っております。その処分地につきましては、最終処分法に基づいて、諸外国と同様に地域の理解を得ながら、段階的な調査により選定していく方針であります。 最初の調査であります文献調査は、資料やデータのみによる基上の調査ということでありまして、市町村でこの事業について議論を深めていただくためのいわば対話活動の一環と考えております。一方、その実施によりまして、地域にさまざまなご負担をおかけすることにもなるとも事実と,事実と考えております。 交付金制度は国としてそのような社会全体の課題解決にご貢献いただくため、いただく地元の皆様に敬意と感謝を示し、地域の発展と住民の福祉を向上を図るために、まあ、全面的にサポートしていくためのものと考えております。まあ、その上で、文献調査を実施した後に、仮に概要調査に進もうとする場合には、法令に基づく手続きに従って、 知事と市長村長の意見を聞き、これを十分に尊重することとしており、その意見に反して、先に進むことはないということを私も文書でも申し上げておりますし、記者会見の場等でも申し上げているとおりであります。経済産業省としては引き続き、地域の理解を得られるように、丁寧に調査のステップを踏みながら、最終処分事業に取り組んでまいりたいと考えております。勝部健次君 あのえー、と先ほど、えー、調査を途中でやめても、まあ、利益をこむることはないし、まあ、例えば交付金なども返す必要はないと、そして、えー、かあの大臣の文書の中にも、仮に文献調査だけを実施することとなった場合でも、まあ、非常に意義のあるものと考えておりますというふうに答えられているんで、もし仮に途中でやめた場合、これは、まあ、要はあの白紙でに撤回されるというふうに考えてよろしいですか。 松山電力ガス事業部長、答え申し上げます。あのこの最終処分の選定のプロセスというのは、特によく地域の方々のご理解あっての話でございます。あの繰り返しご答弁申し上げておりますように、最初の文献調査から次の概要調査に、そしてその文献調査の中におけるまあ 先に進まないということになって、なかなか地域のご理解を得られなくなった場合につきましては、この選定のプロセスから外れることになるというふうに認識してございます勝部健二君えと。少しもう時間がなくなってきましたんで、もう一つ、大臣にお尋ねをしたいんですけど、先ほど来申し上げてますね周辺自治体はですね非常に心配をしています、で特にまあ,あの辺の周辺地域は、まあ、観光、あるいは食、第一次産業が中心の町なんですね。 でもうこういう話になったということで、例えばご存知のニセコ町だとか、ですね、えー、あの辺はそは海外から相当いろいろ資本が入ったりしてるんですね、でそういうところがもう、海外はものすごくこの放射能に対してはやっぱり敏感なものですから、もうすでにその動きが止まったり、躊躇しているということも出てるんです。ですから、そういった周辺自治体がの、まあ、考え、意見なくして、ですねこれは進められていくってことにはならないと思うんですね。ですから現状申し上げた 周辺自治体が結構反対しているということについて、まあ、どのようにお考えか、お聞かせください梶山経済産業大臣の最終処分事業につきましては、文献調査を実施している町村だけでなく、その周辺自治体においても、さまざまなご意見やご懸念の声があることは承知をしております。 しかしながら文献調査は、事業に関心を示していただいた市町村に対して、地域の地質に関する文献、データを調査、分析して情報を提供し、事業についての議論を深めていただくためのものであり、 いわば対話活動の一環ということでありまして、この最中に、こういった、この文献の調査の中で、放射性物質が運ばれるようなことはありませんし、他の調査においても、まだない,ないということであります。さらに、文献調査の後、次の概要調査に質問とする場合には、先ほど来申し,まして申しておりますけれども、 市町村長と知事のご意見をいただき、その意見に反して先に進むことはないということでありまして、調査期間中に放射性廃棄物が先ほど申しまして、申し込まれることも一切ありません。国としては、町村内に設置している対話の場をはじめとした、さまざまな機会を通じて、周辺市町村に対しても地域の声を踏まえつつ、このような説明や情報提供を積極的に行って、 事業についての幅広い理解が得られるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思っております、当然、周辺自治体も含めてですから、知事のにもそういったものが入るわけであります、えー、あの全体を見る意味では、知事の同意というものも必要であると、またそして個別のものも必要であるということであります勝部健二君あの。時間がまいりましたんで、最後に一言だけ指摘をさせていただきますけれど。まあ、あの 地元の方々で反対している人たちはです、ね、辺野古を見てみろと、県、県民が反対しても国はあらゆる強硬手段を使うじゃないかという声があります、でまあ、そういう声があるということをぜひあの、胸に留めておいていただきたい、そして私はです、ね、やはりあのとにかくもうこれ以上、核のごみを出さないということがまずあって、その上で、やはりあのなんていうんですか、非常に難しい問題ですので、国民的な議論が必要ですけれども、 こういった形で先ほど言ったように交付金をまあ表現は悪いですけど、餌に何かこう自治体決めていくというやり方は、ですね私はやめるべきだと思います。すすままません終わりますこの、ま